ライフ。今ランチタイム。普段だったらご飯食べてる。すげえ。何ここ。ここどこだか知ってる？ヒカル。エアポート。そう。今から飛行機に乗る。なんで？沖縄に行くから。おい、なんでよ、なんで、なんで。びっくりしたんだけど今。今びっくりした。飛行機なの？あ、そう。久しぶりなんだけど。今楽しみなんだけど。これ国分日本の声。うん、そうそうそう。このこっち。そう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 。そこか。おいと、うん。飛行機乗るの久しぶりだね。2年以上空いたからね。沖縄行ったら何がしたい？何じゃあ、早いなそれ。天気が良かったら海とか行きたいね。海と、うん、もうちょっと天気予報がね、あんまり良くないんだよね今ね。うん、そう、ちょっといろいろなものが食べたい。このビーフとか。ビーフとか。気持ちいい。やめなさい。オリックスレンタカこっちがテンダー、こっちがニューヨーク、ニューヨーク切ってるからね、ちょっと待って。美味しそうなパンだね。バターついてる。お、よかったね。よし、じゃ食べます。どう？うまい。お肉美味しかった？なんだ？丸見えだぞ。めっちゃでかいプール、長い。長いプール。あ、本当だ。長いよね、長いプール。うん。待って、こっちに丸いプールもあるし。これはやばいぞ。ねえ、ここで本当に生活できるのかな。どういう心配？
なんでこれ、なんか残骸も少ないしさ、ちゃんと生活できるかなって思う。ベッドしかないからってこと？ベッドしか、ベッドだけで十分なんだよ。この子だ、何それ、あ、これじゃない？開けてみます。私見るよ。うん、急じゃない？うん、でもないし、で下の引き出しもあるんじゃない？でけ、どこでご飯食べるの？明日の朝はホテルのバイキング。明日さ、うん、何時にプール遊べるの？昼間の間じゃない？まあでも俺たちはビーチ行くのよ。あ、濡れてるんだって。あ、待って、それスリッパ濡れるかもな。じゃあここで待ってな。あ、ちょうどいい温度だ。そんなに冷たくないかも。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい良ささだよ。明日、明日泳ぎに来よう。そうだね。うん、今日はもう泳げないからさ。水圧が弱くて困ってる。あ、来た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 。沖縄でゴリ沖縄を見る。いただきます。紹介したかったね、ここ。いただきます。浜谷さん、いただきます。はい、10年以上前から来てる。あ、そうなんですよ。あ、美味しい、美味しいから。